もし男湯だと思って入ってた温泉が時間で女湯に変わるタイプの温泉で、入ってるうちに女湯になっちゃって、まだいるのに美女がたくさん入ってきたらどうするの、ドッキリ。夢です。これもドラマとかアニメとかでたまにあると思うんですけど、男湯に引き取ってこうやって入ってますと、はぁーっつって入ってたら、もう時間で女湯になってて、ヒロインみたいな女の子がゾロ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 入ってきて、絶対絶命の大ピンチの主人公みたいなパターンあると思います。それやります。仕掛けられる奴らが羨ましい。今回はそんな夢のようなドッキリをやってみたいと思います。今回ですね、こんな僕が考えたバカなような企画を実現させていただいたのは、気軽に身近に通える温泉宿で有名な伊藤園ホテルズさんの全面協力のもと、今回このドッキリをしていきたいと思います。本当にご協力ありがとうございます。どうなると思います？人はいろんなパターンが想定されると思うんです。隠れて過ごすタイプか、すいません出てきますって言って出てくパターンか、結構いろんなパターンがあると思うんですけども、今回も様々なターゲットを準備したので、ぜひリアクションを楽しんでいきましょう。というわけで、今回協力してくださる女性の方たちがいらっしゃいました。どうぞ。あ、よろしくお願いします。みんな綺麗ですね。あ、今日はよろしくお願いします。よくあるアニメとかドラマであるんですけども、温泉って男湯と女湯が切り替わる時間ってあるんですよ。で、男湯で最初ターゲットが温泉に入ってて、気づいたら時間が切り替わってて女湯になって、皆様が突撃されるという流れなんです。はい。一回ちょっと僕でやってみてもらってもいいですか？あれ、リハーサル、リハーサルで練習して感覚させていただいて、本番やるという感じで、はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、僕でやっていこうと思います。はい、というわけでまずは、私はじめ社長が自らデモンストレーションで行っていきたいと思います。決してやりたいわけではありません。やはり実際にやってみないとうまくいくかどうかはわからないので、この身を持って体感させていただきます。とても広い温泉で感動しました。またしっかり体を洗っていきます。本来バスタオル巻いて入るの良くないんですけれども、ちょっと YouTube の規約的にいろいろ見えちゃいけないものが多いので、バスタオル、そして下にはちゃんと服を着て入っております。ご安心ください。とても気持ちよかったんですよ。こうやってターゲットが最高だと言って、のんびりしてる間に、あ、来ました、来ました、来ましたね。美女軍団がやってきました。で、ターゲットも多分顔色が変わると思うんです。やばいやばいって言って、まあこれ、あ、分かんないです。僕はですけども、隠れなきゃと思ってとりあえず隠れます。さあ、どんどん迫ってくる美女軍団、私はとりあえず死角になるように柱の裏とかに隠れようと思いました。どう見ても見えてます。さあ、美女が温泉に入ってきました。かなり距離は近いです。どう見ても私バレております。この温泉かなり広いので、ほぼ死角がないというか、もう隠れようがないので、どのターゲットもおそらくバレるはずです。おーおお、いいね、いいね、近い近い、緊張、いいね、すごい緊張しますね。バレるともう大変ですから、本当は。さあ、いつバレる、いつバレると恐怖に怯えながら隠れています。あ、あー、水ね、バシャバシャ。本当は温泉でこういうの良くないですけども、今回は撮影のためやっております。皆さん決して温泉では真似しないでください。わー、すごい申し訳ない気持ちになりました。はい、もうすぐ一人目が来ます。おー、よく来たな、パーレー。さあ、というわけで最初のターゲットは澤部、今年お世話になった後輩の一人です。彼は今年童貞を卒業したんですけれども、未だに童貞が抜けきってないので、結構その女性とのお風呂とかっていう状況になると、かなり緊張しちゃうのかなという気がしております。さあ、まずは温泉の広さに驚くターゲット。よかった、本当に普通にもう温泉入るのだけでも気持ちいいんですけどね。さあ、しっかりとまずは入水、広いお風呂を2人だけで入っていきます。はい、決めました。トイレ行ってくるわはもう
僕だけ抜け出すという言葉です。あ、転びました、ごめんなさい。さあ、女湯に切り替わってしまいました。さあ、ターゲットはどうしてしまうのか。未だに気持ちよさそうにしているが、もう脱衣所には女性たちの姿。今温泉の中に入った。すごい振り向きの速度。うわー、ゾロゾロと女性が入ってきました。おっと童貞の顔だ。さあ、まだしっかりと体を洗っていく女性たち。この隙に彼は立った。立って周りをキョロキョロし見渡すが、動かないのか。なぜまた浸かる、なぜまた浸かるのだ。今のうちに出ればいいのに、なぜ彼は浸かるのだ。あ、バレてしまったか。あ、バレてしまった。動かない。すぐに出ようとはしない童貞の澤部。さあ、女性たちに怒りの声が、罵声が浴びせられるが、彼はすごいスローな感じで、そんな中焦ってない感じ出しながらもしっかりと浴槽を出て、かなり怖がられながら、帰れ帰れ帰れと言われて退出しました。男湯じゃない。というわけで、男湯が女湯に変わるドッキリでした。動かなかったね。いや、動けなかったっす。固まっちゃったすでにこのお風呂は女湯になっています。何も知らないでしょうね彼は。気持ちよさそう。さあ、女性たちが今突入した。すごい、いや、すごい、いや、待てません。女湯なのでここはもう、と勇気を上げつつ、だが女性たちは足を進める。まずは体をシャワーで浴びに行ってる間に彼は立ち上がり、はい、多分頑張って見えてないふりしてくれてます。お前男だ、健介。お、しっかりと。そうですね、一応両者言ってることは合っております。あ、僕はおとなしく出ていくターゲット。意外と律儀なタイプですね。失礼しますと言いながら出て、曲げられたタオル、キャッチキャッチ。女性のタオルをキャッチして、そのまま彼は、何を言ってるんだこの男。さあ、次のターゲットはマタゾウです。彼はスケベな男の一人。さあ、この状況で何を思い、どう動くのか見どころです。さあ、マタゾウ、浮いている時間はないぞ。もうそこはすでに女湯だ。魔の手が忍び寄っている。女性たちが突入しました。
行ってしまいましたね。入りました、今気づいた、にやけた、にやけた、正直な反応は悪くない。さあどうする、しっかりとまずは温泉の中を動く、足は動くようだ。どう移動する、左下の方へ動くか。なるほど、まずは死角になるように隠れるといい判断です。かなりコーナーの部分に隠れたのでなかなか気づかれにくい場所だと思われます。いい判断ですね。おっと、タオルをこうなんか広げている。なるほど、ちょっとスケベな顔だ。さあ女性たちがシャワーで体を洗い終わり、今温泉に入水、入り始めています。彼は一体どうしているのだろうか。おっと、隠れている、壁と一体化して、いやちょっと見てる、その目はなんだ、よくない目だ。なんか意外とバレていない、いい作戦なのでしょうかこれは。おっ、すごい、なんでそのちょっとだけ顔を出すんだ。ちらちらと笑っている、しかとその目は女性をしっかりと捉えている。もう長くない、すごい長い時間バレる。あ、上からのアングルを見るとハゲ散らかっている。またぞ、すごいぞ、ハゲ散らかってでも見たいという男の執念を感じられます。これはもうでもバレるのではないでしょうか、近寄ると確実にバレる気がします。かなり近い、あ、バレた、バレた。というわけで、松園さん、はい、男湯がちょっと時間で切り替わって女湯になってたみたいです。うわこんなことあるんですね。でもすごいのがとっさに松園はちゃんと隠れようと言ってたんで、いや素晴らしい。ちょっとそうですね、やっぱバレたくないって気持ちが出てしまった。バレたくなくてちょっとでもあそこにいたかったさあ次のターゲットは陽平先生、むっつりスケベで有名です。彼もなかなかスケベなのでちょっとどうするのでしょうか、気になるところです。さあもうすでにそこは完全に女湯です。しっかりと腰に巻いてなぜか移動してますね。あ、さあ今女性たちが入りました。まずはその声を聞いて何を思う。にやけた、髪の毛がないおでこを触る。どうする。あー、ちょっと困ってるようですね。かなり困ってるようだが、表情、顔に気持ちは隠せない。にやけている、それもなんか爽やかだ。女性たちがシャワーで体を洗っています。その間彼はどうするのか。まだそこに居続ける。おっと、立った、動いた。とりあえずはバレないように移動するということか。さあしっかりとその足を進めております。お、女性たちが体を洗い終わって今入水しようというところです。あれ、陽平先生の姿がない。どこ行ったのでしょうか。彼は一体どこ行ったのか。その姿はないぞ。隠れていた、柱の隙間に隠れていた。それもすごいバレにくいところだ。当たり前のような顔で立ち尽くすその姿は、まあそうですね、その棒の柱の隙間に隠れています。そこは失格ですね。今のところバレていませんが、まるで当たり前かのようにそこで立っている陽平先生、すごい顔をこする。気合を入れ直した、バレたくない、集中しよう。おっと、完全に隠れた。そこはもう失格です。いやすごいいいところを場所取りしましたね。そこはもうバレない気がします。おっ、だがここで女性たちがおのおの別の温泉も見に行こうという感じでちょっと周りをうろついていますね。ああ、もう移動してますね。結構女性たちが緊張感が走ります。おっと、もう何人かの女性が裏に回り込もうとしている。かわいい。うわ、結構裏、もうこれバレるのではないか、これ。あ、バレたどうでしたか。もっと見とけばよかったです。さあ、最後のターゲットは大地くんです。若干太っているように見えます。彼だけ
けですね、なぜかですね、僕と一緒に潜水ゲームして、潜水ゲームしてる間に俺だけ抜けて出てきた瞬間、周りが女性に囲まれているという謎のシチュエーションになっております。さあ今、はじめ社長 VS 第一の潜水ゲームが始まろうとしています。需要がないことは分かっておりますが、俺だけすぐ諦めて出てくるんで、さあせーの、潜った。そしてこの間に僕だけさっと抜けて女性たちが入水、すぐにターゲットを囲みます。さあ大地くん、今年1年ありがとう、君には感謝しています。囲まれる大地、まだ何も知らない、一人だけ潜水ゲームをしている。今出てきます。